きます。神代の昔天上界の天照大神様から大和政権を作られたということで、今度は出雲の国を譲れということで使者が参りましたが、なかなか使者が出雲の国の接待に、大変感銘しまして、何年経っても帰らないということで、最後の使者を竹三日月の神と神の鳥船の御事を二人を差し向けて稲佐の浜、大社町の稲佐の浜で内交するわけで、交渉するわけでございますが、その中で出雲の国を譲りなさいということですが、大国主の御事は私には二人の息子がおるということで、長男の恵比寿さんもですね、今年の主の御事は、戦争戦闘に円満に解決してくれるのなら譲りましょうと言ったんですが、弟の竹見中田の方が突然この国を譲れとは何事かということで腹を立てまして、私と腕相撲をして、大きな石を投げ合いとして勝ったんなら譲るが、そうでなきゃいけない朝小学生ということになりまして、喧嘩しまして、皆さんの浜でとうとう負けるわけですね。死者に鹿島の神、宇都主の夫と、この神は大変武勇の神として鹿島香取の神と歌われておるぐらいに強い神様でございました。これに負けまして、とうとうその場で殺されるところでしたが、兄さん、大国主のお父さんやら兄さんのことがあるので、命だけは助けてあげようということで、とうとう長野県の方まで流されるということで、その長野県の方では出雲文化が あって、それが諏訪神社、こちらにも諏訪神社というのがありますが、ところを最初になられて現在まであるということでございまして、昔は大和政権が日本の国を統一しようと図ったわけですが、いかんせん西日本では出雲政権が大変勢力が強かったということでございまして、とうとうその喧嘩をせずに出雲大社を、大きな48メーターもあるような出雲大社を作っていただいて、作るという条件でこの出雲を譲られたという神話でございます。それでは皆様方、勇壮な出雲の地の物語、鹿島の神楽をご覧ください。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
地の御事、明け三日月の御神なり。木山照らす御御神、高木の神の御事を持ちて、この豊橋原の水子の国を、我が御子次々、知らしめすべき国なりと、御御差し様。あの国には、あやぶるあらぶ、古る国つかみありて、昼は沢へなすみなわき、夜は褒めのごとく、輝く神ありて、岩根きねたち、青みなわに至るまでみなことといて、わきまうることなき国なあり。あれその悪しき者、払いたいらげよとは、雨の御日のみこと、また雨の若彦のみこと、雨下ろしたまいて、知らしめしたまえどもは、いまだ安国へと、平らかに沈まらず、これによって我らした柱は、あの国を安国へと、納め帰れよとのみこと乗りを受け、ただいまかの地へ、赴かばやと、奮じそう。かしこまってそう。
三日月の御神と申すしんなり、こたびは松神の御事のりによりて、この国は常に間の御事の知を示すべき国なりとことよさしとも、なだ心いかにたりまつらんやいなや。我この広北を持ちて荒ぶる者を勘払いに払いたいだけで、山の下に隠れなき国づくり、大眠りの御事と申し、また私は隠り事を知らしたまえ。また今しの住みたも姉の日住みの宮は縦横見計りを持て、柱は太く高く板は魅力がつくつくだしめ、木月の大社と祝い定め、年月の御祭りをは雨の御日の御事に五月祭ら千祖の御事のりのあり、また飛ぶべき御子神たちありあいなや。我が子なることすらずすの御子との神、みんな方の神と申すて船はずらあり、我が子とすらずすの御子と取り遊びこの岬にあれば、雨の鳥ぶれの御事を使わせとらせまつらう。しからばたけ三日月の御神は、雨の鳥船の御事を伴いて、日本の岬に至りまして、と城主の御事に松の板のやいなや、尋ねたまずべく走路は仕込まれて走路何を飲みよ。
利を持つ神の御事の利によりて、この国はすでに今の御事の知らしめすべき国なりとことよさしとは、なんちいかなるものやら、よいさ、自らは大国主の御事の第二の王子、竹見の方の神なる、えましあまつ神の御使いをわさば、我と知恵から比べたもや、いかに。今しその御石を棚末に捧げ持ちきたりて、我と力比べせんとは何もどうぞ。さらばこの手を取って、心見たまえ。なぜその御手を取らば、ただ一つ神に、つかみ不思議もあさむ。はい、
ます神のお使いになること悩みに思うがゆえに、ね、アクルル振る舞いをすること悔しいけれ我このところにいて私ところに行かじえ父大国西の御事の御事に違うわじえこの国は天津神の御子に立て祭るべし我を殺し友このところに静まりて父の神送り主の御事に従い今年の主の身元とともに身を先となりけしかりますれば垂れた防神はあらじえ我は苦地の荒ぶる者どもを払いたいだけ天津神に帰りをと思わさん、はい、いかにも降参ご声援をいただきましてありがとうございました。